もともとあの、その天皇家ってそんなに優秀じゃないんですよ。言っちゃ悪いんですけど。男の子が生まれて男の子だけで繋いでいこうっていうのが、そもそも無理なんですよ。令和になって現在の天皇が何一つ表にできません。コロナ禍で国民が不安の中、例えばビデオメッセージでお気持ちを表明するだけでも救われる人は多いと思っています。上皇なら雲仙普賢岳の噴火や東北大震災の際に連続的に国民に寄り添っていましたが、今の天皇は割と無能なのでしょうか。上皇が優秀すぎたというのに気づいてください。今のね、上皇が、なんだっけ、ナマズかなんかの新種発見しましたよね。一週間前ぐらいに。天皇辞めたから時間があるんだと思うんですけど、皇居の中にいるなんか新種かなんか見つけて、はぜか学会に発表したんですよね。本当なんかコメント詳しい人いていいな。職業天皇だったわけじゃん。職業天皇で、職業天皇としてはすげえ頑張ってたんだけど、平成って時代的にはちょっとなんか良くなかったよねって言われるんだけど、そう言っても天皇頑張ってたんだけど、辞めた瞬間ハゼの新種発見みたいなさ、動物学者の仕事じゃんそれみたいな。すげえ優秀だったんだと思うんですよ。上皇天皇じゃなくても全然やっていける人だったと思うんですよね。っていうのがあって、まず上皇そもそも優秀すぎ問題っていうのがあるので、みんながみんな上皇みたいにできると思うな。もともとあのその天皇家ってそんなに優秀じゃないんですよ。言っちゃ悪いんですけど、大正天皇とかいらっしゃるのをご存知かもしれないですけども、昭和天皇もね、最近その宮内庁の人のメモとか出てきて結構ひどいこと書いてるんですよ。なのであの昭和天皇もろくでもねえよなみたいなのもあったりして、そういう意味でいくとあんまり優秀じゃない天皇家の中で上皇結構優秀なんですよ。ただその昭和の時代にその経済が上がってって、平成の時代ってそんなに経済がうまくいかなかったので、平成自体はあんまりいい時代じゃなかったよねみたいに言われるかもしれないですけど、テニスできるよねじゃねえよ。でもその上皇自体はミスをしないっていう結構優秀なことをやったんですよね。偉い人ってね、大体ミスするんですよ。タイの新しい国王とかも若いうちにやんちゃしすぎてて、今は全然それを表に出してないんですけど、プニポン国王が倒れた後に俺国王になるわって言って、腹出して北京ビキニって言われるなんかあの T シャツの腹を出して歩くっていうのを割とそのやってる人で、入れ墨も入ってるわみたいなので、おいおい大丈夫かいこいつみたいな感じになったんですよ今のタイの国王は。まあ、そうは言っても今は結構あのまともな感じで、そういうことはもう外で出さないんですけど、なのでやっぱりやりがちなんですよ皇族って。ちょっと前にあのなんか皇族で女の人でなんかイギリスかなんかに留学してて、ミクシーかなんかに日記書いててなんか泥酔したみたいなので、それが流れたみたいな人いたと思うんですけど、っていう感じでその皇族ってたまたまそのそういう家庭に生まれただけで、本人が優秀かどうかってあんまり関係ないんですよ。優秀だから天皇になったわけじゃなくて、天皇の血筋を引いてるから天皇家にいるだけじゃないですか。なので確率論で言ったらやっぱりあの優秀率は低いんですよ、残念ながら。だってほら、優秀な人を集めて天皇にしましたって言ったら必ず優秀になるけどさ、この血を継いでる人を天皇にするって言ったら優秀になるかなかなか分かんないじゃん。なのであの基本優秀じゃないよねっていうのはもう仕方ないですと。外から血を入れるっていうのね、結婚相手が優秀だった場合はその子供は優秀になる可能性ありますよ。もともとその天皇制って側室いっぱいいたんですよ。男の人と女の人1対1だったら一生にやっぱり1人2人しか子供生まれないじゃないですか。女の子2人になったら男の子生まれないよねっていうのもあって、なのでその側室っていう制度があって、まあ、江戸時代だと大奥みたいな感じで奥さんいっぱいいて、男性が子供いっぱい作って、そのいっぱいできた子供の中から長男だったらいいんだけど、長男が超絶無能だったら次男にするみたいな形で、少なくともいっぱい子供を作る中で優秀な子供の後継者として即位させて天皇にするっていう形で天皇の平均レベルを上げてきたんですよ。天皇の血筋っていうのに縛られるんだであれば、天皇がいっぱい子供を作れば優秀な子供をその後継者すればいいじゃんっていうので、なので天皇制の維持って側室とセットじゃないと成立しないんですよ。なのでその天皇だけどうせその日本の法律に縛られてないんだから一夫多妻制にすればいいと僕は思ってるんですけど、日本人じゃないじゃん天皇って。上皇もだけど、僕ら日本人なんですけど、日本の象徴天皇って言ってるんですけど、あいつら日本人じゃないんですよ。日本人って日本人かどうかってパスポートを持っていて日本の国籍を持ってるかどうかなんですけど、残念ながら天皇家の人って日本の国籍とか日本の住民票を持ってないんですよ。だって名字ないんだもん。
なので日本の代表ではありながら実は日本人としてそのルールに縛られてなくて日本の法律に縛られてないんですよ。概念的に日本人の代表っていうのがあって法律上の日本人ではないんですよ。なので日本人の法律に縛られる必要ないので一夫一婦制も日本の法律でだと例えば一人の旦那さんがいて奥さん3人って多重婚っていうので違法なんですけど日本の法律に縛られる必要ないので天皇家って奥さん5人10人迎えてもいいんですよ。だって日本人じゃないんだから。例えばほら中東のじゃあサウジアラビアの偉い人が来て奥さん10人いますって言っても別にどうでもいいじゃないですか、日本人じゃないから。なのであそういうシステムの国でそういうルールでやってるんですねって話じゃないですか。なので天皇制自体も別に奥さん10人迎えてもいいんですよ、だって日本人じゃないんだから。っていうので奥さんを10人迎えて子供をいっぱい作った方が天皇制は維持できる可能性があると思うんですよね。天皇制を維持したいっていう話をもしやるのであればやっぱり子供、まあその男系を維持したいのであれば男性の天皇を維持したいのであれば子供をいっぱい作るしかないんですよ。でも子供をいっぱい作るためには残念ながら奥さんをいっぱい作らないと人類的にはかなり難しいんですよ。ひろゆきさんが大好きな32歳の東翼です。皇室典範には15歳以上の皇族は自分の意思で皇室離脱ができるので女系天皇が了任された場合法律ができる前に愛子内親王はやめると考えています。9.1 20歳以上の旧皇族の男系男子が過去を持って皇族復帰をする法律が成立する可能性と2ゆるゆきさんがまだ男系男子のよりは木宮家を皇族にしたくなくて女系天皇を容認して愛子内親王を天皇にご利用する理由の感想をしてください。別に僕がご利用しとかじゃなくて僕別に天皇を誰にするかとかいう決定する権限は全くないので、なのでどうでもいいんですけど、まあただ天皇制を男系の男子で維持することはもう不可能なんですよ。天皇がじゃあ何人の子供を産みますかっていうので明治大正ぐらいまでって側室っていう人がいたんですよ。奥さん以外にお手伝いさんみたいな女性がいてお手伝いさんと子供作っちゃいましたっていうのも一応明治天皇の子供とか大正天皇の子供みたいになってたんですけど、もう今昭和以降って奥さんとしか結婚しちゃいけないということになってるので、なのでその子供が生まれない場合ってもうその時点で終了なんですよ。子供が生まれたとしても、まあ、せいぜい一人だよねとか、あ、女の子が生まれるよねっていうのもあるので、男の子が生まれて男の子だけで繋いでいこうっていうのが、そもそも無理なんですよ。アホみたいにいっぱい子供を産む男性と女性が突然現れて、もういないんだけど、突然現れていきなりなんか20人子供作りましたってなって、親戚バンバン増やしますみたいな、乙武さんの DNA みたいな、こういうネタやるのにやめな、まあいいや、まあいいや、うん、っていうので、子作り大好き DNA が混じって、それが起こる可能性あるんですけど、残念ながら今の日本のそのなんか昭和とか平成とか令和の天皇は、そこまでその子作り DNA 強くないということがもうすでに確定してるんですよ。なので男系男子で天皇制を維持するというのはもう無理だよねっていうのは僕証明済みだと思うんですよね。なので女系の天皇を認めるか、もしくはその養子を入れてその養子をまあ男系男子だからいいよねってするかっていうので、昔の天皇家って多分もうそれやってたんですよね。いや昔って本当にその誰の子供か分かんないっていうのもあって、昔ってその子供って結構死んだんですよ。病院とかもちゃんとないし、なので死んだ場合に同じぐらいの年格好の子供連れてきてそのまま育てちゃうってザラにあったんですよ。奥さんが10人いるっていうところに天皇ですと、でじゃあ奥さん10人いますと、男の子生まれましたってなったら、俺長男じゃん、私皇后じゃん、子供が死んじゃいましたって言って、こっそりどっかから連れてきた子供をそのまま育ちちゃったら、もうわかんないまま皇后になるし、自分の息子は天皇になるんですよ。これはザラなんですよ。なので、万世一系で、神武天皇から天皇家は血筋がずっと繋がってるから、価値があるんだっておっしゃる人いるんですけど、そもそも DNA テストって一度もしたことないし、まあ、すると多分途切れてるよねっていうのが明確になっちゃうのでできないって、まあ、そもそも神武天皇いねえしみたいな。遺伝子っていうのがじゃあどれぐらい残るかっていうので、神武天皇が仮にいました。神武天皇と、じゃあその奥さん、子供ができました。その場合って、神武天皇の遺伝子っていうのは 50% なんですよ。お母さんの遺伝子が頑張るじゃないですか。次にその 50% の遺伝子、神武天皇の遺伝子を持ってる人と結婚しました。はい、これ孫ね。神武天皇、神武天皇の子供、神武天皇の孫。で、神武天皇の孫は 50% と結婚しましたっていうので、これが 25% になるんですよ。
なので孫にはもう神武天皇 25% しか残ってないんですよ。万世一系でいくと天皇って何なんか30代ぐらいいってんのかなってなると神武天皇のあの DNA が残ってる部分があるとするともう 2% とか 1% とかそのレベルなんですよね。それをもって何か特殊な能力が身につくのかっていうと別に身につかないので、なんでまあそもそも途切れてるよねっていう問題と、仮にじゃあ神武天皇の遺伝子の何かが残ってるんだとしても別に残らんよねって話なので、なのでなんかそこ何にこだわってるのかよくわかんないんですよね。特殊なその母系でじゃあミトコンドリアがすごい特殊ですっていう人がいて、このミトコンドリアだけは残さなきゃいけないんだとかっていうのであれば、まあ確かに生物学的に面白いよね。でミトコンドリアだったらその母方だったらずっと残っていくからそれありだよねみたいなので、母系でミトコンドリアが特殊な一族っていうのがあるんだったらそれは生物的に面白いかなと思うんですけど、でも残念ながらあの特になんか生物学的に何か意味があるとかっていうと、じゃあどういう生物学的に意味があるのかっていうのをちゃんと説明する人って僕聞いたことないんですよね。例えばその豊臣秀吉の子孫です、指が6本ありますとかで、豊臣秀吉の子孫で毎回毎回指が6本ですっていうのであれば僕はそれは面白いと思うんですよ。生物学的にまあ面白いという表現をするのが正しいかどうかなんですけど、なのでそのなんか生物学的にこういうものがあるから温存した方がいいよねっていうのをちゃんと言ってる人って聞いたことないんですよね。で、東洋の人は天皇がいなくなったら日本の歴史が途切れると主張しているけど、天皇が統治者から象徴に変わった時点ですでに途絶えていることをどうすれば説得できますか？なぜこの事実を解釈を曲げてまで認めないのでしょうか？認めたくないからです。そもそも論、その天皇家の出自って繋がってないよねっていうのって、日本史を調べてる人であれば大体わかってると思うんですけど、右翼系の人っていうのは、その神武天皇から天皇家の血筋が繋がってるという設定を信じてるんですよ。そもそも神武天皇って存在しなかったよねっていうのが、日本の歴史を研究してる人の中では、いやいや、神武天皇いないよね。やっぱ天照大神とかいなかったよねとか、神様が日本国を生んだとかないよねっていうのはわかってるんですけど、でも一応なんかその、ネト右翼系の人にとってみると、その天照大神とかいたらしくて、神武天皇もいたということになってるらしいので、そこら辺のもうそのなんかファンタジーを信じたい人には信じたいなら信じればいいんじゃないかなというところでいいんじゃないかなと思います、はい、実害もないので。僕はその神様はいないと思ってる派なんですけど、イエス・キリストという神様もいたっていう人だったりとか、そのアッラーっていう神様がいたっていう人だったりとか、いろんな神様がいたっていう人は世の中にいっぱいいるんですけど、でも別にそれを信じたい人は信じればいいんじゃないかなと僕は思ってます、はい。別になんか神様はいないんだって言ってその人たちを説得しようとは僕は思わないですね。それは信じたい人は好きに信じればいいんじゃないかなと思います。